今日のゲーム強かったよね。いや、弱くねえ。弱くねえ。どうしたの？どうした？台湾と。おい。甘ったれてんじゃねえよ。死んじゃったよ。え？うちの父ちゃんでしょ？はい。うちの父ちゃんはさ、仕事中に事故って死んじゃったんだよ。私も聞きたい。昔よく団地で見かけたけど、挨拶しかしたことなかったし。ねえ、どんな人だったの？どっちかっていうとおとなしい人だったかな。そうそう、そのくせ喧嘩っ早いねん。ああ、強かったんだ。そりゃあもう、親父が負けたなんて聞いたことねえよ。じゃあ、マサヤと同じだね。いや、そんな。そうかもね。普段は静かなくせにさ、もう曲がったことが大嫌いで、口下手だからさ、もうこっちが先に出るタイプで。もうそりゃあもう、よく喧嘩してたわ。ズミさんとも喧嘩したの？その親父が勝てなかったのがこのおふくろ。私には指一本あげない優しい人だったよ。へえ、お父さんと話したかったな。私もこれはさ、大内家の血というか伝統というか、物静かな大内の男は野獣のようなものすごい女を選ぶ癖があってさ。おい、昔親父がよく言ってたんだよ。うちの先祖様の中にはきっとサーカスの猛獣使いがいたんだろうって。マサヤ。え？野獣？ものすごい女？猛獣使い？いや、どうでしょう。あ、マサヤ君、氷がないよ。氷が切れたね。あ、本当ですね、兄さん。待てよ。野獣ってなんだよ。野獣ってものすごい女ってね。マサヤもそう思ってるってことだよね。